変身？では噂で聞いていた初代仮面というのは、彼飛歌紳士仮面ということですか？いや、キャーディベルミネッこのクソったらうめえ飛歌紳士仮面、またの名を飛歌暴走仮面、仮面改造したフライングピニーは地球全土に住む人々をワクワクさせるという壮大な目標を掲げているのだ。キュー！俺の半径7メートル以内に入るものは全て敵とみなす。このクソドラマは貴様へゾクゾクさせるひとときを与えてやるフライングピニーの提供だ。メイドまで送ってやるぜ。ものすごいエナジーだ。こうなったら誰も奴を止められぬぞ。横田氏、出動。横田を現場へ。まだ早いのではありませんか。先日のパンジー援護は横田の独断。あの時点で我々の計画が奴にバレる危険性もあったのですよ。フローラルリムーブシステムはすでに完成済みだよ。しかしこんなことで奴に対してこちらの手の内を明かすのは得策とは思いません。このシナリオも想定内だよ。なぜそんなことを。まさかもうあの計画を発動するつもりですか。時は来た。第三、計画を最終段階へ移行せよ。はっ。暴走仮面、もう終わりにしよう。何をしている横田。そいつはとっても危険なやつなんだ。早く逃げろ横田。ローズヒップローラルシェン。グッモーニング。何？全てをフローラルで包み込む癒しの戦士。
トヨタ横田仮面ただいまさ。ギル！この変態野郎が。オーラルリムーブ、オンオンオン。何が起こったのだ。僕は一体どうしていたんだ。あなたには暴走の呪いがかけられてた。そして、飛んだ刑事、あなたにも。何？そう、すべての原因はあなたが中二の夏の頃にある。本田刑事、時は来た。今こそ中二の夏の頃へ旅立つ時だ。中二の夏の頃。ついに忌まわしき過去である。中二の夏の頃に旅立った俺、本田優作は愛しきあの子と再会し、驚愕の事実を知るのであった。次回、飛び豚デカカメ第6話。全ては中二の夏の頃に。飛び豚デカカメ過去へ。この物語は終幕へ向けて急速に加速する。